ただいま一瞬で帰ってくるアフタートーク、ただいまです。皆さんやー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 おかえり、ただいま、おかえりなさいませ。お嬢様、お嬢、お嬢様です。浴衣着たお嬢じゃあただいまですよ。皆さん日の出楽しかったですか？お見送りは秒で終わった。そう、お見送りはね、一人だけだから、クッション、クッちゃんだけお見送りしてきたわ、さっき有観客は一人だけだからね。そう、クッちゃんだけだからね。そうそう、ヤマトピアちゃんは照明やってくれてるし、ママは音楽やってるから、そう、スタッフさんなのね。そうだから何もやってないのはクシちゃんだけ、うん、だからクシちゃん有観客は一人だけ。そうそう、うん、なちゃん楽しかったよって、嬉しい、楽しかった、瀬戸に素晴らしかった、え、嬉しい、ありがとう、アニマト。ということで、先ほどね、私がマット当てで見事200点出せれたので、じゃーん、一度ね、お金をね、食べながらアフタートークしていきたいと思います。乾杯、いちご飴乾杯はあ、違うの音、ええー、音ですねええ音やん、 ASMR やんいい音。そう、最初はね、今日はね、オーバーチャーではなく、まさかの一歩目温度というね、 AKB さんの曲から始まったので、皆さんびっくりしたんじゃないかなと思うんですけど耳が喜んでおりますASMR。ヘッドホンつけて、なんだっけ、ご視聴くださいうん、さあ、びっくりした、嬉しいびっくりさせたかったから、あのシルエットでね、ちょっと踊ってたの見えてたのかな、なんかさ、ちょっと踊ってるシルエットを出そうみたいな感じになったんけど、見えてた、あれなんか踊ってるぞーって見えてた一歩目音の踊ってたの見えてたかしら、皆さんに怖い、うん、見えてた、うんうんうん、確かに、そう、すごい演出だと思った、本当に、そう、演出でした、シルエットダンスよくコンサートとかであるじゃん、シルエットダンスそれをイメージしました楽しい、うん、いい音しながらね、話してますけど、そう、その次になんか夏っぽい曲を最初にドーンと持ってこようと思って真夏のサンズグッズにしました。もう真夏のって言ってるから、もう夏だと思って、この曲だってなって真夏のサンズグッズにしたの。そう、夏だってなったんじゃないかなと思いましたそう、次になんだっけ、何やったっけな、あ、何よりかき氷したんだ。そう、やっぱね、今日はね、お祭りをテーマにしてるのでね、
祭りといったらねかき氷じゃないですか。そう、STM 結構やってた。そう、真夏のサンドグッズね結構やってた。2年、いやもっと前か、3年ぐらい前はね結構やってたね。最後2個なの食べました。夏だね、祭りだね。もがもがもかわいい。ほんまによ、こんなにいちごって言ってもねこんぐらいの大きさありますから。ほう。そう、風鈴の音が欲しいところ。自家製風鈴。うん、美味しかったです。ごちそうさまです。はい、でね、そう今日はね、そう金魚すくいとあれなんだっけ、また当てをしたんだ。また当てもしたんですけど、そう金魚すくいはねめっちゃ前の配信で実はね使ってたんですよ。この子ポイがね、なんかさ年季を帯びたらさポイさ破れやすくなってるかと思ったら全然破れにくかった。ポイ死ぬほど頑丈、クジラが取れないけど死ぬほど頑丈。そう、あ3年前にやってたのひな、よく覚えてるね、すごいわ。クジラ、そう水入れたからクジラちょっと重くて取れんかったけど、でも取れそう、頑張ったら取れそう、上手い人がやったら取れそうなぐらい、あのクジラも取れる、水が入ったクジラも取れるくらいぽい頑丈。だった。そうぽいもその時のやつなのに、ね、全然頑丈になった。そう、その時も妹ぴょちゃんとしてたから年月を感じてうまかった。確かにね、妹ぴょちゃん、その時の妹ぴょちゃんとこう比べたらかなりね成長してるんじゃないかなと思います。大きくなったでしょ。商売としてはどうだ。商売としてはどう、もう詐欺、5組では5組目でもう全部取られとるぐらいの。そう。そう、またあてもね、まあ見事ね200ど真ん中に当てれたんでね、よかったです。一番美味しかったです。そう、すごい今ママがね豪華景品を用意してあげるよって言ってるだけだったからさ、何にするんだろう景品と思ってたら、まさかのいちご飴でさ、イエーイ祭りやーってなった。すごい可愛いし、このいちご飴リボンついてて、ちょっと巻き殻リボンついてて可愛いですね。嬉しかった。うん、でそのママピオは天才、ズルしたんだ。そう、何が何が圧圧力をかけていく。そうね、うんうん、やちゃんての夏祭りソースが本当嬉しい。そう、後ろちょっと今背景見えてないんだけど上の方に飾ってるから、妹ぴょちゃんがね今回もいっぱいねイラストを描いてくれたんでね、ちょっと細かくアフタートークなんでね見せていきましょうか。これは多分ちょうちん、
これはバナナ、チョコバナナ、イカ焼き、これが一番お気に入りらしい。でこれはヨーヨーだね、すごいヨーヨー上手。ヨーヨー、これはもう夏祭り屋台、全部書いてある全部書いてある。これはブルーハワイメロンかき氷。そうなんでかね、一色じゃないの、この上のやつが二色なの、かわいすぎ。でこれが私は200点当てたマトで、これが金魚すくいかな、金魚で、これが花火で、これがラムネ、綿あめ、もうこれも4色だ、1色じゃないよ、妹きょうちゃんが使うの。あ、下にリンゴ飴がありまして、お面だね、あれだね、刀鍛冶の刀鍛冶のお面だ。これがたこ焼きじゃん、たこ焼きさん上手。ね、チョコバナナで、いちごレモンかき氷そしてチョチンでした。はい、上手、すごく上手。ああ、ちょっと待って、これこれ、焦げなんでだ、ん、え、わからん、わからん、こうなった、ちょっと待ってつける、わからん、こうなってつけれん、つけれへん、消えちゃった、ちょっと待ってこれどうやってあげるんやったっけ、え、こんな硬いことある、ちょっと待ってよ、ちょっと君一回放棄ね、ほん、よいしょ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 、うん、といった感じでね、後ろもね、妹ぴょちゃんが可愛いイラストを描いてくれたので豪華にね、することができました。そう、前回もね、雲と虹を描いてもらったり、あと雨も描いてもらったな、その時もね、ジョジョだったんだけど、そう、また描いてくれたの、今回は、しかもいっぱいハッテッタさん、あ、またやってねー、ハズレニャンコー、おばちゃんまたやってねー、ハズレニャンコー、そう、今日ハズレがいっぱい出ちゃう、うん、ね、そう、妹ぴょちゃんね、結構絵描くの好きだからね、そう、上手なんですよ。そうそうそう、ここがね、こんな感じになってます、ね、見えにくはい、めっちゃうまい、うん、商売通帳いい感じ、ハズレがよく出ていい感じです今日あ、そう、山口放送24時間テレビイベント出演の写真、そうなの、でもね、別のね、お仕事をね、もういただいてるので、その日は、はい、なのでね、お楽しみに別のところでお楽しみに、うん、そう、やっちゃかかんない、やっちゃ下手っぴなんだけどね、そう、イラスト、またピアちゃん上手だから、赤レンマツリー、ありがとうございました。あ、楽しんでいただけてよかったでございます。避難フェスのスタッフとして歌ってくださいでもすごいみんながさ、もういっぱい盛り上げてくれるからね、やりがいがあります、いつもそう、ありがとうね、いっぱい盛り上げてくれて。じゃあさ、あ、わたあめ、わたあめじゃないか、おお、アイスかな、ありがとう。そう、いっぱいね、今年はお祭りを
開催することができて楽しかったです。そう、オンライン、オンライン夏祭り、皆さんどうでしたか？楽しかった。そう、個人的にはね、そう、金魚すくいの時は思い出してよかったを流したんだけど、それはなんでかっていうとですね、思い出してよかったの2番はですね、打ち明けた五尺玉っていう。もうめっちゃね、そう、花火が上がる曲の歌詞があるんですよ。そう、あの曲実は夏の曲なのかと思うぐらいさ。そこがね好きなのでね、五尺玉が好きなので、私はちょっと金魚すくいっていう時はこれを流してました。思い出してよかった。うん、そう、すごくすごくすごくよかった。嬉しい。花火ソング、実は花火ソングなんだ。あと何だっけ、またあとの時は STU フェスティバルみたいな感じで AKM フェスティバルをね流させていただきました。やっぱお祭り屋台みたいな感じの曲ないかなと思って。そう、そしたら「お祭り」っていうタイトルやんと思ってね。そう、英語だけど。英語だけどね。マテットさん、一緒ありがとう。ペロン。そう、うん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 。で、なんだっけ、あ、そう、そばかすのキスをね、そう、歌わせていただきます。そばかすのキスは、いちごミルクの柿の実溶けるまで話したねのところがね、好きなので。私もそう、かき氷、なみなみかき氷の一応次に歌う曲になるんで、そう、歌うとしたらね。そうなの、今日浴衣もかわいい、嬉しい。昨日レスで浴衣着たから、浴衣です。はい、そう、かき氷連番、そういう方、うん、そばかすのキスね、めっちゃ好きな曲なの。ちょっと切ないけどキュンとして。一途な恋って感じがして、そう、とても好き。うん、あちゃん選曲のセンス毎回すごい嬉しい。で、本当はそばかすのキスが終わった後に、私は最後の曲ですって言おうとしてたのに忘れて、暗くなって、あ、アンコールタイムっていうのを言うっていう通行のミスをしてしまったが、まあそれも良いとして、アンコール明けは恋人いない選手権と、あと僕の打ち上げ花火でね、ラスト終わりました。恋人いない選手権はね、もうこういう感じ、お祭りよいしょーみたいな、ソーラン節みたいな曲だから、どこしょーどこしょーみたいな曲だから、あの曲、そうだからね、入れました、入れようと思って、これ絶対祭り曲やんと。浴衣に合う曲なんでね、入れました。そう、僕の打ち上げ花火はもうラストにぴったりだね、もうこの浴衣姿で歌うにはもうぴったりだね。祭りの夏、最後はやっぱ花火が上がってね、夏祭り終わるので、それと一緒でね、あちゃんも花火を上げて夏祭り終わりました。花火の残骸、わーあーちって、花火の残骸がすごいことなっております。私の周りには現在花火が落ちております。はーい。CM みたい。うんうん。さあ、あ、たずきくん、くんありがとう。
くま。そんな感じの、そう、ストーリーを一気に言うと、一本目温度、真夏の山賊と波乗りかき氷、思い出してよかった、スティーフェスティバル、サバカスのキス、恋人いない選手権、僕の打ち上げ花火でした。キラキラキレイ、キラキラキレイ、待って、出ようか。あね、夏のお祭りか、満載のなんかもう夏祭りって感じのセトリストにしましたんでね。髪の長さ一重型にやって本当そう、なんか短い毛の時にさ結ばずにさ、こうやって外羽でなんだろう、着てる女の子可愛いなと思ってやってみた。そう、短い時限定でも長いとね、下ろしたらね浴衣に合わないからね、そう、短い時限定で下ろしてみた。外跳ねてみた、たこ焼きのタコみたいな髪型スタイルで。そう、外跳ね浴衣めっちゃ嬉しい、髪飾りもかわちいでしょ。これはね、きなちゃんがすごいちっちゃい頃からあるこの髪飾り、バブの時からあるこの髪飾りをつけました。そう、バブバブの時から持ってます。そう、例えばお団子ヘアのイメージだったけど、外跳ねヘアもね、ね、そう、普通はね、割とひなちゃんもこうお話し会の時とかね、そう、血を結べる長さので結んでたんですけど、でも外跳ねでもね、短い長さの時かわちいかなと。髪飾りおき、ありがとう。赤い花ちゃんです。あ、そう、鈴がついてるの、ここにそれが鳴ってる、ここにもついてる。あー、すごい、耳元で鳴る。これダメだ、これ鳴らしたらすっごいもう耳の鼓膜に響く、うん、近さがやばい。可愛かったなら良かったです。皆さんがね、今年の夏はね、ひなちゃんの浴衣は見納めかもしれないのでね、そう、見納めてくださいませ。主権さん、好きなさ、好きなさ、ありがとう。わかんないけど、僕さ、フェスとかでさ、去年はね浴衣着たんだけどさ、そうあるかもしれないけど、またなかったら見納めなので。あんかつきさん、めっちゃかわいい、ありがとう。そう、見納めかもしれないのでね、すっかり目に焼き付けました。今日はみやちゃんの浴衣姿、すっかり目に焼き付けられましたか。よいしょよいしょ、バッチリ浴衣。ミューフェスは次は8月の、まあいつかは分かりませんが、金曜日か土日にできたらねやろうと思うので、そう、みんながね見れるタイミングが多分金土日だと思ってるので、私そう、また見に来てね、今度会いに行きます。あー、待ってるね、会いに来てね。直接も会いに来てね。はあ、ため息、かわいいのため息。よかった、いいね、嬉しい、ありがとう。そう、
今日スイバレ行ったけどお店間違えたからもしれない。何で間違えんねん。また行ってんな。来月の楽しみ。あ、本当に嬉しい。そう。来月もね、まだ8月なんで夏っぽい盛り上がりセトリを用意しようと思っているので、楽しみにしててください。ということで、そろそろちょっとひなフェス、ハッシュタグひなフェスのツイートをしてくれたみんなを、ちょっとだけ、ご紹介しますね。あ、すごい。やーちゃんの浴衣のスクショと本日の日のフェスのなんていうのこれは、あ、セットリストか、セットリストツイートしてくれてる、ありがとう。まあ早い、動画をもう加工してくれてる、ありがとう。これでいい、うん、いっぱい。やられた、やられた、食べたい、このいちごぴよちゃんに、いちごあめぴよちゃんか、いちごあめぴよちゃんやられちゃった、ペロ。いちごみんなが、あ、スクショタイムをね、そう、さっきいちごあめでやってたりしたので、いっぱいスクショも上手、みんなスクショ上手、早い早い動きをしてるのに上手。あ、やることすべて可愛いって嬉しい。あ、すごい。あ、そう、これね、3年前だっけ、ま、妹ピオちゃん、このちっちゃかった妹ピオちゃんは今ではこんなにも大きくなったよっていう比較画像作ってくれてる。そうなの、大きくなったの。あ、もう一個あった。このちっちゃかったヤマトビオちゃんが大きくなったよ画像が。うん、そう、尾道から帰宅中ですが今のところちゃんと見れてます。尾道から見てくれたのありがとうね。すごいみんながいっぱいツイートしてくれてる、嬉しい、ありがとうね。そう、よかった、ひなちゃん最強にかわちぃ、ありがとう。うん、嬉しいね。この後もねツイートしてくれたら私見てるのでね、ぜひぜひいっぱいツイートしていてください。ちょっとツイート用のスクショタイムをしてあげましょう、皆さんに。この、浴衣姿を。やっちゃう、やっちゃう。スクショタイム。なんかやってほしいポーズありますかね、皆さん。ポーズ、どうぞ。ポーズ指定してください。おやすみ。そう、漏れとるスクショ撮らんといけんよん、ちゃんと。もう夏の釣り感あるポーズ、どうしよう、あれがあるわ、あ、ちょ、手にいっぱいつくよね、このキラキラちゃんがキラキラしてるよよーん、よ、破けたポイがある、夏の釣りっぽい。全然っぽいでしょ。他に何かありますか、やってほしいポーズはあったかな。あ、盆踊りポーズ、こ、あ、手についた、ふとした瞬間についた、よよ、一歩一歩
一歩目温度じゃじゃんじゃじゃん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 、はいはい、撮れましたでしょうか。わかるかな。完璧なアイドルさんも、アイドル様横顔後ろ向きということで、横顔後ろ向きの、よいしょよいしょ、いかがいい、いかやか、あ、よかったらしい、よいしょ、私の表紙みたい、私の表紙終わり、よいしょ、今日は帯がねプラスでレース帯をつけてるのでリボンもりもりです平成のギャルにしか持ってなさそうなね、この赤い、赤ピンク、なんか濃いピンクですつまずいてと決まっちゃいましたそれはよかった。そう、今日はねアイドルっぽい浴衣を意識しております。実はそう、やっぱアイドルの時にしかね、こんなドデカピンクのレースをつけたりできないのでね、そうアイドルっぽい浴衣でしょ。そう、普段こんなドデカピンクのレースやっとったらね、もう目線が集まる集まるですから持てちゃうから持てちゃうから、夏祭りに持てちゃうからうん、そう、そんな感じかな。よし、みんながいい感じに撮れたかな。そう、なんか全身はね見せにくいんですよ、こんな感じあんまりあんまり変わらない、こんな感じに、いい、よかった。ここが帯になってて、よかったって感じになってますよかったって感じです。はい、うんちょ、無理、はい、ということで、よいしょよいしょよいしょ、アフタートークもねそろそろ終わっていきますよ皆様ね。よいしょ、今月の日のフェスも本当にいっぱい盛り上げてくれてありがとうございました。なんかさ、すごいなんだろう、こう毎年さ一緒に6年間もアイドルやってるので、私は毎年いろんなさ夏を一緒に皆さんと過ごしてると思うんですけれども、そう最近ね皆さんのこと知ってくれてした、今年が初めての夏だったと思うんですけど、こうなんかいつもこう新鮮なね、あ、ひなちゃんの夏だ、ひなちゃんのなんだろう、夏はもう本当にすごい最高だって、そういつも新鮮な気持ちで思ってほしいなと思うので、
今日はこんな風にね、浴衣着て悟り考えて愛犬も可愛くして屋台も用意してみたいな感じでね、すごい準備超大変だったんですけど頑張ったので、さあ皆さんに最高の夏を届けれたんじゃないかなと思うんですけど、これからもね、またまたツアーも、もう来週から始まるし、すごいアイドルフェスとかもね、いっぱい出演したいですしさあひなちゃんと、さあまだまだ来月のひなフェスもね、もちろん夏っぽい感じで頑張りたいと思いますし、また来月も頑張ろうってすごい思うので、そうひなちゃんひなちゃんと一緒に、あなたは一緒に改めてね楽しんでくれると嬉しいです。はい、あと今もさ、すごい山がの関東名表紙を目指してね頑張ってるんですけど、それもすごい皆さんがね頑張ってるの見てね、すごい嬉しいので、そうまたね、なんだろう、こういうイベントもなんかこう、こういうひなちゃんの頑張ってる姿とか可愛い姿を見てまた頑張ろうって思ってくれたらいいなと思って、そうひなちゃんの知らない人にもね、そうひなちゃんのその頑張りとか可愛いとことか見て、もしかしたらね見てくれるかもしれないし、山賀の有料の方もね、そうだからね、すごいみんなと一緒に目標を目指して頑張るにはひなも頑張らないとなってすごいいつも思うので、これからも皆さんのことは絶対裏切らないので一緒に頑張っていきましょうね。はい、ということで本当にね、私の夏祭りは終わりますが、これからはもっともっと楽しい夏に向けて頑張っ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 て毎日皆さんのこと思いながらね、楽しい夏を届けるので見ててくださーい。約束ね。はい、ということでランキングを読んでまいりまーす。うん、嬉しい。さあ夏一緒に始めていきましょう。はーいって、はーい、ありがとうね。さあ応援してるよって、嬉しい。頑張ろう、ね、頑張ろう。はい、13位、のりんさん、ゆかてぃなちゃんに涼んだそう。あ、ほんと熱くならなかった。12位、もちもちもちさん、夏のひなフェスありがとうございました。こちらこそありがとう、楽しかったよ。ちっちせったぎょ太郎さん、ひなフェスで祭りを満喫はしょーい。お、満喫できたならよかったです。10位、サロメットさん、サロメットさんのことが好きだそう。9位、ザッキーさん、ひなフェスって最高じゃん、岩田ひなって最高じゃん。あ、嬉しい、すごいね、最高の夏にしようね。8位、ポンタひらゆきちゃん、ポンタひらゆきちゃんのことが好きだそう。7位、わたかしんさん、楽しい時間ありがとう、大好き。すごい早い帰るのがアイコン。でも大好き、楽しい夏にしようね。6位、つーさん、最高、可愛かったそうって、嬉しい。今日はよかった、特別ですからね、見納めかもしれないからね、本当にイベントがなかったら。そう、最高に可愛い姿でしたかね。5位、ポンタさん、めっちゃ楽しかった、最高の夏始まった気がするって、嬉しい。始まった気がするじゃないよ、始まったんだよ。今ひなちゃんで夏は開幕したんだ。4位、かずきさん、かずきさんのことが好きなさん、ありがとう。さあ、やまちゃん、浴衣ひなちゃんめっちゃかわいい、うれしい、キョロン。ありがとうね。2位、さんあきさん、土曜開催あざ企
企画頑張りひなちゃん好きだそうって嬉しい。そう、企画はもうみんなが喜んでもらうためにね、そう、もっと好きになってもらえるためにね、いっぱい考えて頑張りますので、そう、応援しててねそして1位がドロロパパーン、ハテタンの坂道グループ1個の池谷さんです。またあて、昔同じやつ持ってたこれマジか、お揃いやかわいいでしたこのまたあてそう、絶対同じのすぐ買えると思うそう、またあてやったりね、金魚すくいやったりね、ひなちゃんも楽しい夏祭りでございましたはい、ということで、あ、パチパチありがとうね、皆さん、皆様、スペシャルギフトやコメント、いっぱいありがとうございました。やめてない皆さんもね、そう、踊ったりね、歌ったりしてるのでね、やめなかった人もね、本当にありがとうね。一応こう、流れていくのを見てたので、そう、目では、ちゃんと捉えておりましたので、本当にありがとうございました。そう、あと、さ、あ、そうだ、このフロームをね、フォローしてない方はね、ぜひぜひフォローして、来月もまた、こんな感じでね、楽しい日のフェスを行いますので、その時はまた見に来てください。そして Twitter、インスタ、TikTok もやっておりますので、こちらのフォローもよろしくお願いします。あっちゃわー、あ、そう、ヤンマガも関東を目指して頑張っておりますので、皆さんよろしければ、ヤンマガウェブの岩田ひなの有料の方を延長か読んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではでは、本当に皆さん、ひなフェスありがとうございました。あ、ハッシュタグひなフェスのねツイートはまだまだ読んでいきますのでさあ、いっぱいやっといてね。ハッシュタグ岩田ひなはね、つけてツイートしてくれるのも嬉しいです。よろしくお願いします。ツイートしてね。ではでは、一緒にこの夏は楽しい思い出いっぱい作っていきましょう。ということで、おつぴよでした。バイバーイ。ありがとうね。そう、君とならね、最高の夏にできる気がする。バイバーイ。